アンドリー・シェフチェンコ、アンドリー・ムイコーラー・ヨビチ・シェフチェンコ、または、アンドレイ・ニコーラー・エビチ・シェフチェンコ、ラテン、文字表記。1976年9月29日帯は、ウクライナ・キエフ州、ドビル・キウシチナ村出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションは、FW、CF、LWG。現在はウクライナ代表監督を務めている。 リモナ・キエフや AC ・ミラン、ウクライナ代表で大活躍し、旧ソ連の小国であったウクライナを、ヨーロッパのサッカー強豪国の一つにまで引っ張り上げた、ウクライナの英雄的なストライカー。愛称はシェバ。ヘブライ語で数字の7を意味するため、本人も背番号は7番、もしくは7の入る数字に、こだわりがある。トップスピードから、矢のように、ゴールを奪うスタイルから、 ウクライナの野とも称される。2004年にバロンドールを受賞。UEFA チャンピオンズリーグにおいて、歴代10位体となる147試合に出場し、歴代5位の67得点を記録した。その他、ミラノダービーでは、歴代最多得点となる14得点を挙げている。6歳で、ウクライナの名門、ディナモキエフのサッカースクールに入団。10歳頃、 チェルノブイリ原子力発電所事故で離災し一家で避難、幼年期を育った土地を離れて移住。1992年にディナモキエフユースに昇格、1994年にトップチームでデビューを果たす。最初のクラブであるディナモキエフではチームを5年連続リーグタイトルに導き、自身は116試合で60得点した。シェフチェンコが、 国際的な注目を集めたきっかけは1997から98シーズンの UEFA チャンピオンズリーグにおける大活躍である。特に FC バルセロナとアウェイのカンプノーで対戦した試合ではバルセロナの圧倒的優位という下馬評の中、シェフチェンコのハットトリックを含む例から読んでディナモキエフが圧勝というバンクルは背の立役者となった。シェフチェンコは 次シーズンのチャンピオンズリーグでも大活躍し10得点を挙げて1998から99シーズンの CL 得点王を獲得。ディナモキエフを CL ベスト4に押し上げる原動力となった。1999から00シーズンからは推定遺跡金2600万ユーロで AC ミランに遺跡をした。遺跡初年度から高い順応性を見せた彼は 鋭い突破力と高い決定力で32試合で24得点を挙げて、いきなりセリエ A 得点を獲得。ミランにおいて、グンナー・のルダールに次いで2人目、セリエ A 全体では6人目となる遺跡初年度に、得点王に輝いた外国人選手となった。また、シェフチェンコは1999年、2000年と2年連続で、ヨーロッパ年間最優秀選手の最終候補3名に、 なお連ねた。2002から03シーズンは開幕前に負傷したこともあってか期待された活躍は見られなかったものの AC ミラン在籍時に不審と言われるような成績を残したのはわずかこのシーズンのみである。2003から04シーズンには再び24得点を上げて得点王となるなど完全復活を果たし AC ミランのスクデット獲得に貢献した。この年、 ポルトガルのデコとブラジルのロナウジーニョを抑えてよう、6年間最優秀選手を受賞した。ウクライナ人でこの名誉を授かったのは、オレン・ブロヒン、1975年、イーゴルベラノフ、1986年に次いで3人目である。2006年2月8日、FC ・トレビーゾ戦で得点を挙げたことにより、ノルダールに次ぐクラブ史上2番目の得点数を記録した選手となった。 最終的に7年間で296試合に出場して175得点を記録した。2005から06シーズン終了後、AC ミランからの対談と FA プレミアリーグへの移籍を表明。5月31日、4500万ユーロ、約63億円の移籍金、年俸900万ユーロ、約13億円の4年契約で、チェルシー FC 移籍した。しかし、 プレミアリーグのサッカーやチェルシーの戦術に馴染めなかったためか、本来の実力を発揮したとは言えないパフォーマンスであった。ディディエドログバは巨額な遺跡金に見合った働きをするために、利己的なプレーをしていると批判した。2008年1月にニコラ・アネルカが加入してからは、さらに出場の機会がなくなっていき、リザーブチームの試合に出場することもあった。 その後もなかなかチームに馴染めず、出場機会が限られていたため何度も、フルスミラン復帰の噂がされていたが、2008年夏、得点力不足や、前線のメンバーの負傷が、相次ぐなど前線に問題を抱えてフルスミランが、レンタル遺跡での獲得を希望する。交渉は難航するが8月23日、レンタル遺跡で、両クラブ間が合意に達し、2シーズンぶりの復帰となった。は、 すでにパトが背番号7を背負っていたため、自身が1976年生まれであること、かつ彼の好む7という数字が入っていることから76となった。しかし一旦狂った歯車はなかなか好転せず、慣れ親しんだミランでも、王子の輝きは取り戻せないままレンタル期間は終了。2009から2010シーズンの開幕は、チェルシーで迎えることとなった。 2009年8月29日、10年ぶりにフルスディナムケ譜フへ復帰することが発表された。2年契約で、背番号は7。2009から10シーズンからキャプテンに、就任したアルテム・ミレフスキーのサポート役として、シェフチェンコは、副キャプテンに就任。11月4日のチャンピオンズリーグインテル戦では、華麗なボレーシュートを決めてみせた。 ウクライナ代表としては111試合に出場して48得点を記録。同国の最多得点記録を保持している。2006年のワールドカップにおいてはヨーロッパ予選で6得点を挙げる活躍を見せ、ウクライナ史上初となる本大会出場へと導いた。本大会グループリーグでもチュニジア代表戦での決勝点となる PK を決めるなどし、 初出場ながらベスト8まで駒を進めた。ウクライナがポーランドと共催する UEFA ユーロ2012を最後に現役から引退することを大会前に発表。サッカー界から退いた後はゴルファーへ転向を果たす計画であり、ゴルフが112年ぶりに正式競技に復活した2016年のリオデジャネイロ五リンへの出場を目指す構えだという。 そうして臨んだユーロ2012では、グループリーグ初戦のスウェーデン戦で2得点を挙げ、ウクライナのユーロ初勝利に貢献した。しかし、フランス、イングランドには、敗れ、グループリーグ敗退に終わり、大会終了後の2012年7月27日に、現役引退した。現役引退後は、政治家への転身を表明し、同年10月に行われた、ウクライナ最高議会選挙にて、 ウクライナ社会民主党から出馬するも落選した。その後、ウクライナ代表のスタッフ入りも報じられたが、趣味のゴルフでプロゴルファーへの転身も目指し、2013年から複数のツアーに参加したもいずれも予選落ちで大成できなかった。2015年に UEFA のプロライセンスを習得、2016年2月16日、母国ウクライナ代表のコーチ就任が発表された。 その後、UEFA ユーロ2016グループリーグ敗退で隕石辞任した監督の公認として同年月15日に代表監督就任が発表された。監督として望んだ 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では最終節でプレーオフ出場となる2位を争う直接のライバルのクロアチア代表に敗れ予選グループリーグ3位で本大会出場を逃した。 スピード、テクニック、体力、得点感覚という、フォワードとして必要な才能をすべて兼ね備えたことから、世界最高と歌われ、特にそのスピードから、ウクライナの矢と呼ばれた。通算、11148、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。